こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。さて、今日ご紹介したいカクテル、フレンチカクタスです。直訳するとフランス風のサボテン。面白い名前ですね。サボテンというイメージ、名前から連想するのがテキーラ、テキーラベースのカクテルです。材料はたった2つ、テキーラとコアントロで、シェーカーも使わずビルドに直接仕上げる、ビルドタイプです。フレンチ風、フランス風という名前なので、テキーラはどちらかと言いますと個々性の強い、アタックの強いスピリッツですが、このフレンチカクタスにぴったりのテキーラを見つけました。こちら、カリフォルニアの赤ワイン樽で、少し30日寝かせたテキーラです。とってもエレガントです。これを使ってフレンチカクタス仕上げたいと思います。グラスをご用意ください。こちらにテキーラ、割合は3対1です。カリロサ、そしてコアントロー、こちらをよくステアします。はい、フレンチカクタスの完成です。どうぞお試しください。